県営うまみ丘陵公園では豪華なツリーやイルミネーションを楽しむうまみクリスマスウィークが昨日始まりました。公園内の彩りの広場には豪華に飾り付けられた高さおよそ5メートルのツリーが登場し、クリスマスムードを盛り上げています。他にもトナカイのオブジェなどおよそ13万球のイルミネーションが冬の公園を彩ります。訪れた人たちは写真に収めるなどして心躍るひとときを楽しんでいました。カラフルで雪が降ってるみたい。ピタピタってて綺麗。公園が幻想的な雰囲気に包まれるうまみクリスマスウィークは今月25日まで行われています。